というわけでもう一回見ていきましょう。まずはこちらニャノハさん紳士で186、はい、こちらの方では猫と、攻撃は入ってないですね、大丈夫ですね、はい。そして落ち葉さんの方はこうなってます、はい、落ち葉さんの方は防御着地大丈夫ですね、攻撃の方も入っておりません、大丈夫ですね。で僕の方はこんな風になってます、174、大丈夫ですね、こっちの方も保険入っておりません。そして、縛りの方は手を7、そしてレベルは分かりませんが、縛りは粉塵なしプラス手をがいたら起こしてくださいということでよろしくお願いします。モンハン痛い、さあ手燃えるぞ、さあ今度は手を7も縛りが追加されるのでしょうか、楽しみですね。さてスタートとなりましたが、まずはこちらいつも通りの、迷子でございましたが、あーこっち、こっち、あーこっちここ毎回わかんないんだよね。さあまずはテオ先生いつも通りのお出ましでございますが、ここではまずね挨拶はねしないでね、ナナちゃんがね来たら、てかこれ大手よっぽいな、えなんか大手よっぽくねなんかねなんか皮膚がそれっぽかった、気のせいかもしれんが、ふう。さあナナ先生いつも通りのエリアにとりあえず皆さん移動してはいきますが、黄色が落ち葉さんで青がニャノハさんですね。まずはナナちゃん出てまいります。おっともうナナちゃんに手をそうですね、一回挨拶をかました直後もうこういう状態になっている。ならばパンダもぐるるんぱ攻撃からの、あーぶんな、今のノーダメージですり抜ける、砲撃の方でありがとうございます。さあまずはこっちの方に、どっちの方に来るのか、さあここで振り回し1回パンの方に向かってくるのか、あイベントで来てるとそうなるのか、なるほどなるほど、うわっとさあ思いっきり焼かれてしまいましたが大丈夫、まだね、そうですね、まだはこちらの方で回復方はまだ間に合う形となります。さあここでテオちゃんが乱入来ました、おはようございます、テオちゃんおはようございます、スワチャイさあここでテオエンド7のお二人がやばい入りました、ナナハさんもう大丈夫か、これかなり HP がやばくなっている。さあパンの方に向かってくる前にとりあえずナナさんの方に合流いたしましょう。だけどテオさんが後ろからかなり追いかけ、うおー一気にいった、さあナナちゃんとテオが一気にダブルアタックとなります。さあまずは飛んでくる中避けながら落ち葉さん切り込んでいく、嫁の方が戻った状態でパンの方に向き直した、さあここでダイブをかましましたが大丈夫、まだいいレンジ外、後ろからビームを続いていきます。さあこの地獄の中どうなってくるのか、さあ止まりましてここでランディング来るのか、下の方からテオの突進、パンの方に巻き込まれますがギリギリレンジ外、さあパンの方に戻り直してナナちゃんがこっちの方に向かってくるのか、大丈夫です。さあ止まってる状態からテオがナナと真ん中をすり抜け、そして再び飛び上がった状態からのビームをパンダ避けてったけどやばい根性死んだジャンプから行ったのですが、ただ今のは上の火に焼かれたのか下の火にやらかれたのか今のは定かではありません。あっという間にワンアウトとなりました。落ち葉さんも相当 HP がやばいことになっている、早くなんとか回復もしてあげたいところですが残念ながら粉塵は使えず、一回当たれば根性あろうがなかろうが関係なく旅立ってしまいます。さあスタミナの方がちょっと足りないのでここでちょっとスタミナマックスにしてもう一回前線の方に戻っていきたいパンダ。さあなんとか前線まで戻りましたが、テオがナナと合体しながら攻撃している、そしてここでナナが飛び跳ね、ザマソルト正面からの攻撃とともに地獄からの下の2回目攻撃、落ち葉さん巻き込まれた、 HP は相当やばい。さあパンダの方に赤青い炎が行きますが落ち葉さん完全に囲まれている、落ち葉さんなんとか回復間に合った。さあここでもう1回スタンピング前段ヒット入れましたが2回目のスタンプ、そして3回目の爆発を巻き込まれない容態になんとか避けましたが落ち葉さんが相当危ないことになっている、青い炎が巻き込まれパンダもここでスタンプ1回敵の方に、あっとここでやばいのが来るぞみんな大丈夫でしょうか、見えておりますでしょうか。さあここで夫婦の絆がここにて入ります。さあエンシェントノバ、そしてヘルファイアが同時に入りましたがパンダはなんとかレンジ外を見たことによって生き残っております。さあ待って、うそ自分から入ってった、何やってんだ俺終わらないのかあれ火力高っ
申し訳ない、今の頭を抱えるぐらいに、死んでしまいたくなるぐらいに申し訳ないことをいたしました。なんでまだこれはパンダハットトリック、ワンチャンあるか。これはさあ、旦那さんの方はまだ上で戦っている。パンダを戻っていきたいところ。さあ、モンハンは2アウト、モンハンは2アウトからです。いやー、まさか今のあんだけ長く続くとは思わんかった。これ次回から要注意ですね、本当。いやー、2回の両方のあのなんだっけ、絆があるときマジやばい。さあ、ここで戻った状態から、まずは落ち葉さんがまだライドオン状態。さあ、パンダ頑張っていきたいところ。トウの方はおっと下の方にいますので、しばらくは来ないかと思います。さあ、ここで追撃を入れていきたいところですが、さあ1回落ち葉さんの様子を見ながら、おっとここでいいダウンが入りました。さあ、まずは振り回し1回。さあ、まずは1回入れていって、2回目のバウンド、まずは1回目のスタンプ、2回目のスタンプ、3回目のスタンプ入り前に4回目のスタンプ入れて、さあここで間に合うのか。起き上がる前に最後のスタンプも入れてったパンダ。さあ、前段ヒットでございます。さあ、ここでフェイントが入って、方向輪か、何もない状態から柳川さんの方に向くかと思いきや、パンダの方に向いた。さあ、ここでジャンピングの方は間に合うのか。ブルーンパがついてった。今のよくわからない状態でしたが、ダメージも結構俺の方も入ってしまいました。突進からのなんか巻き止めが入ったようです。さあ、ここで移動となります。さあ、移動先は旦那の元でしょうか。旦那の元ならばこれはよろしくありません。なんとかトイレから前線に戻りたいところ。ふう、え、俺の隣で、子供5歳が爆笑しながら見てる。マジでMK ラップさん、おめでとうございます。もうお子様5歳か、もう早い早い。いや、素晴らしいです。さあ、ここでまずは柳田さん左、右の方に大島さん入りましたが、見ての通り手をも怒っている。目の前から突進で、はい、ここはダイナミックにエントリーいたしました。さあ、皆さん気をつけてください。先行玉は使えないのでご注意くださいね。先行玉がもし、はい、どちらかに入ってしまった場合、また我々は、はい、やつらが起きるまで何もできないという縛りに入りますのでご注意ください。これあれなんだっけ、成功玉そういえばちゃんと捕獲できるのか、なんだっけ、確認したい。うん、そう、成功玉使えないんですよ。さあ、ここでね、もし成功玉自分からね攻撃してしまった場合はね、もし入ったら、はい、一回お待ちしになりましょう。さあ、ちょっと僕は後でね、あのネットでこれ捕獲できるかちょっと確認してくる。できる？マジで？ちょっとあのあれで、ね、あのなんだっけ、俺が業者になるわ。はい。先行玉が消えていく。皆さんの目の前から先行玉が消えていきます。オッケー。ああ、死んだ。やばい、アホなことしてったら死んじゃう。いやあ、じゃあ違う。この中でも主役にしてるパンダ、わらわら。オッケー、回復入りました。オッケーです。さあ、先行は使えない状態、正面から突進、ナノハサーが舞い込まれた。 HP だけでギリギリです。まだ生き残っております。回復法はできないので、あと手をじゃねえや、ナナさんに攻撃しないと。さあ、カオスな状態が続きます。パンの方に向き直した。さあ、ここでもう一回手、ナナが飛び跳ねてからの振り上げ、下からの攻撃、パンダ舞い込まれた。さあ、これは大ピンチ。そしてジャーキーが続く中、ああ、パンダが差を打つ。ハットトリック取るか、これ。ハットトリックは、あ、大丈夫です。さあ、なんとか回復いたしまして、さあ、ここでキャンセルも入って、まだ頑張っている。落ち葉さんの方は大丈夫か。パンの方にもう一回向き合わせて、後ろから突進来るかの向きはバックステップ。さあ、飛び跳ねてからの遠距離攻撃か。さあ、飛んでいるだけ、様子を見ているナナちゃん。さあ、ここでもう一回ライディングが入りました。一回テイントが入った。落ち葉さんが上の方に乗ってるわけではない。なぜ降りてこないんでしょうか、ナナ先生。さあ、ジャンピングから落ち葉先生がポンポンと飛んでおりますが、パンの方に向かってきて一直線でございます。さあ、ドヤ顔からの昇竜拳入れたかったんですが、サイドバンド1。さあ、ここでもう一回落ち葉さん左、右の方にはナナホさん。パンの方に向き直したか。ここでもう一回ビームが続いていく。さあ、止まってる状態から攻撃チャンス。ドヤ顔が入るか。サイドバンド1入っていった目の前のガブリンチョ。さあ、パンの方に向かって、もう一回ここで、ああ、嘘、根性剥がされた。でもなんとか生き残っている。さあ、回復の方はなんとか間に合った。危ねえ。さあ、まだ生き残っております。パンダの方に戻り、再び落ち葉さんの方に突進が入った。パンダの方に来るのが菜の葉さんの方に行く。さあ、菜の葉さんの方にはジャンピングか、普通のジャンピングが入りまして、菜の葉さんまだ大丈夫。後ろからスタンプが間に合うか。パンダ正面やばくないか。うお、危ねえ。今のはハットトリック見えました。
今のはハットトリック、目の前まで見えておりました。さあスタンピング間に合って、パンダスタンピング1位、炎が巻き上げられますが、なんとかレンジ外。さあここでもう一回ガーブレンチが続く中、ジャンピングが続いていく。大千葉さん左の方に戻って、パンダここでもう一回勝利一発入れてった。さあ渚さんではなく、渚さんニャノハさんの方に戻っていきますが、パンダここでもう一回ダイブしていった。さあ飛び跳ねてからの、これはあれ、ヘルファイヤーが来るぞ。さあヘルファイヤーが来るので、なんとか避けて、いやぶオープンねいけ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 ハットトリック、俺何をするの、決めた決めたハットトリックを決めてしまったパンダもう一回行きましょう、もう一回行きましょうすいません、9分経ってますが、ハットトリックはさすがに申し訳ないので、もう一回もう一回行きましょうお二人に申し訳ありません。特に最初の2回はね、マジでありえないぐらいのアホなプレイでしたね。申し訳ない。とにかく2回目ではね、本当にあれはもう冷や汗しか出なかった、うん、さあそれでは、よいしょ、アホなことしてるから、虫と遊んどるから、本当虫と遊んどるからな、本当やっちまっただよ、みんな申し訳ねえ。いやー、さすがに久しぶりのハットトリックでしたね俺やーべえわ、もうね、二落ちした状態からのハットトリックするのね、もう本当ね、すごいね、こうね、虫前に初に捕獲、そう、最初に捕獲しといた方がいいかもね。まあ、なんだっけ、7が来る前にやっちゃってもいいかもしれないけど、でもそうするとなんか復活しない？なんか。ちょっと復活そうな勢いだよね。うん、OK。復活したかも、時間経過で戻るのも、ねえ、復活するよね、あれ。うん、まあ戦闘中にみんなで3人1人ずつ3人1人ずつ虫さんを確保する形でいけばいけるんじゃないか。頑張ってみんな業者になるんだな。虫取りまつり、虫取りまつりですよ、うん、ふぅ、はい、というわけで2人とも準備できたので再び見ていきましょう。落ち葉さんの方はこんな風になっております。そしてニャノハさんはこんな風になっておりまして、はい、そしてパンダの方はこんな風になっておりまする。はい、そして縛りの方では粉塵なしまで、そして手をがいたら7をがいたら起こしていこうということで、よろしくお願いします。もがせっかくには7がいるフィールドで手をが来たら起こすっていうことかな。うん、ふぅ、そう、流れ玉当たるワンチャンあるからね、全然。次ハットするの誰にする？次ハットするの誰にする？俺やだ俺はもうやだよ俺はもう勘弁でござる。さあ、テオちゃんはいつも通りいますけどね、とりあえず無視して。いやー、さすがナナさんですよ。本当ナナさんね、マジで事故りやすい。っていうか、なんだっけ、あの炎の攻撃力上がって、あ、逆だ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。逆。あれ、テオ先生がどんどん外に出てってる。これもしかしてそのまま合流するパターン？おっと、ニャノハさんがもう、ナナちゃんが見えたようです。お、落ち葉さんがちょっと、炭鉱石してる。炭鉱を伏してる。さあ、ここでまずは、ナナ先生にもう一回向き合っていきましょう。さあ、ニャノハさん、ここで一回、おっと、爆発が続いていきますが、テオ先生、先に来るかな？テオ先生、起こしてくるか。まだ大丈夫かな？もうそろそろかな？もうそろそろ来そうですね。あー、まだ早いか。まだ早いか。ギリギリか？ギリギリか？ギリギリか。ナナちゃん近くで来てんやん俺に来た。マジ
嘘嘘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 さあここで奈々さんの攻撃をまず様子を見ながら1回2回攻撃、落ち葉さんが巻き込まれた、 HP は 50% 弱、正面から突進、奈々さんの2回目、さあここで尻尾ビンと叩かれた、パンダまた HP がない、さあパンダの方にもう1回潜ってきた、また一応つを取ってしまうのか、パンダ奈々さんいったこれは強い。さあ一気にワンアウトとなりましたが、まだまだワンアウト、頑張っていきたいところ。さあ2回目の昇竜拳とりあえず止めた、パンダの方には叩かれていきますが大丈夫だ。さあパンダの方に向き直し、尻尾ビンタが入る、なんとかレンジ外、さあここでテオが戻ってきた、テオさんの攻撃が入りますが、ジャンピングで落ち葉さん、おやノー炎やば、火力高くない、なになになに、昔こんなに高かったっけ、想像以上にカオスだな、マジ想像以上にカオス、そして想像以上に強い。目の前からの炎が急に出た瞬間にパンダここにいて根性あっても問題なく焼かれて死にます。さあここでまだまだ2アウトだけど、モンハンは2アウトからがモンハンでございます。さあ戻っていきたいところ、さあニャノハさんの方はおっと大丈夫ですね、 HP はまだ満タン、落ち葉さん頑張っている、パンダの方も前線まで戻っていきたい、実にウェルダウン。さあここでどっちの方に来るのか、振り回り、いや帰る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 、さよならさよならさよなら、危ねえ危ない危ない、 Thank you for following! Thank you for following! タヌコさんありがとうございます。さあこれはそうですね、こう出会って瞬間帰らなければならないぐらいに危ない、サメオツありがとうございます。マジで7ソロ戦だったから HP 低かったんやで、もう今なもう7ちゃんの方がメインですよ、本当恐ろしい。さあここで方向輪が続く中、動けないパンダ、パンダまだパンダが先ですね。ナナちゃんの方が私の方にまず青い炎無視しながらとりあえず様子を見ていきたい、パンダの方に向き直した、ビームが2回目、そしてまた銃弾を広げていきます。さあ銃弾広げている状態からさらにパンダで向き直しと思いきや、ここでもう一回ナナさんの方に向かってきました。さあパンダの方にガブリンチュかサイドのドレフトが入ってきますが、テオが来る前に可能な限りダメージを与えておきたいところ。さあここで1回止まりまして、パンダの方に向き直した、さあここでもう一回ビームが来るか、ジャンピングが続いていった、攻撃チャンスがなかなか出てこない、さあもういいや、ここでとりあえずリリース1回、さあいいダメージが入っていった、パンダの方に来るか、グルルンパで1回、はい入りましてからの昇竜拳、さあお手手ではなく足ではなくお手手に入ってしまった、ああ終わった終わった、マジかー、火力たっけー、なんでここまでではなかったよ昔、大手を着てるとき超強くない、あらまあっちゅうまでしたよー、ついわらわら、きつい、ごめんなさい落ち葉さん、矢野さん頑張ったんですが、やはり炎が恐ろしく強いです、これは今後要注意ですね。久しぶりの手を7だったので。っていうか、同時にした後にすごい強くなったね。当たるときついな。ねえ、7と単体の時はまだ全然マシだった気がしたんですけど。いやー、恐ろしいものを見ました。に火がついておるね、はい、というわけで皆さん、ニャノハさん、そして落ち葉さんに多大な拍手をお願いします。2人とも、ナイスファイト、ありがとうございました。うわーい、ハンターランクで一に刺さりすぎた。いやー、宝玉が完全に電池アウトでしたね、先ほど。おっと、ここで、トーレさんからかな？何かあったんだろうか、まあいい、OK、パチパチパチ、うん、パチパチ、ありがとうございます。はい、こんな感じでまったりとモンハンをやっておりますペッパンだと申します。よろしければ皆さん、ツイッチの方のコミュニティフォロー&サブスクリプションの方お願いします。サブスクリプションは、そうですね、あの Amazon プライムの方ですと無料でございますので、よろしくお願いします。ちなみにやり方の方は下の方のパネルで、説明してありますので、そちらの方の確認お願いいたします。はい、ありがとうございました。ということで、にゃのかさん、エンド、ちばさん、ありがとうございました。次の方は、きよたさん、エンド、ゼノンさん、お願いします。きよたさん、エンド、ゼノンさん、お待ちしております。